Station。FM那覇。78.0。やっぱり通りよ。こんばんは。今夜も始まりました、やっぱりドリア。今宵もご指名ありがとうございます。バラ類、青い類、青いもかわいかドリアン族、ドリアンのドリアン姉さんことドリーネーです。あおー、はい、あなた。皆様こんばんは。こんばんは。バラ木、バラ科、バラ赤、キイチゴ族、羊のラズベリーことラズニーです。ペロペロン。ありがとうございます。ドリーズからのラブなドリレターお待ちしております。ドリアドレスは780@fmnaha.dori。のんのん、そこはドット JP 780@fmnaha.jp、ドリーズからのラブなドリレターお待ちしております。それでは今宵もご一緒に発情しましょう。この番組はプロ仕様のウェットタオルならジムワイプ、有限会社ヒロテックの提供でお送りします。愛と欲望のジムワイプ劇場。激しい吐息が落ち着いた後、女はやおら立ち上がり、ジムワイプをそっとつまんだ。じゃあ拭きましょうね。足元から始まり、なだらかな曲線を越えると見えてくる鉄のようにいきり立ったそれ。女は視線をそらしながらも、プロ仕様のウェットタオルジムワイプを押し当てた。ここもちゃんときれいにしないとね。汗、汚れ、匂いの元となる細菌を拭われ、輝きを取り戻したトレーニングマシーン。女は満足げな笑みを浮かべる。今夜は朝までトレーニングね。フィットネスにホテルにご家庭に、安全でタフなウェットタオルジムワイプ、有限会社ヒロテック。続く。セクシー、ラズベリーニュース。ちょっと待って、久しぶりに。何ですか。おらず、今年に入って、もう今年、もう今日18日でしょ。そうですね。そうよね。あれを聞いてなかったと思って。何ですか。前髪が短い。前髪が、あ、そうですね。可愛い。いつ来たんです。この間。この間。この間のような気もするし、今週、年末のような気もするんですけど、はい、年末にしてはでもちょっとね、ちょっとね、時期も経ってるので、この間かな。この間だと思いますよ。聞いてないの、ラズベリーにあること。はい。今年の目標は何かしら、おらず。今年の目標ですか。そうよ、ラズベリーとして。
そうですね、ちょっとなんかバックミュージックかけてみたら、ああよければ、はい、よければお願いしてもいいです。今年の目標ですか、はい、じゃあ一応お互いの目標なんかをやっぱ立てておきましょうか。う、あ、まあ、ちょっと遅まきながらと言いますかね。そうね、もうちょっと日にちも経ってますけども、はい、うんうんうん、じゃあ私先に言います。そうですね、うん、はい、じゃあお願いします。私常日頃からおっしゃって言ってますけども、まあ、あのオナニー大好きだと言ってるじゃないですか、はい、うん、このオナニーをね、あの、まあ、大体いつも1日10回ぐらいなんですけども今年は1日に1回にしてみたんです。なんでかっていうと、今まではこの自分の指だったりあの道具をね使ってたんですけども、今年はイメージのみではあ、イメージのみで行かせていただこうではないかと。なるほど、一切使わず、うんうん、今年の目標ですね。なかなかの難しいじゃないですか一切そこには触れずに行くという。イメージとしてあのなんかヨガのポーズでこう座禅して、はい、あのこう指をなんて言うんですか、輪っかにして親指で立ち指をなんかこう、うんうんうん、あの頭から光がこう出てるような、なるそういうようなイメージしますけどね、はい、あ、なるほどね。あ、じゃあ股間から、股間からそうですね、股間からピカーターの十字な感じの、うん、あのブシャーっとね、うんうんうん、ブシャーっと十字に出るといいですね。やっぱでもそれを、うん、まあ、人体のね不思議、不思議ですよ、はい、あのね、いかにこの触れずにねイメージだけでこの、うん、あのあれですよ、あの濡れることはできても行くことができないんですよ。うん、なるほど ね、はい、私今年は行ってみようじゃないかと。あ、でもなんかそういうの聞いたことありますよ、うん、私、ほんと、うそか誠かというかね、うんうんうん、あのどれぐらい可能なのか分かんないんですけど、だから、そっか、そうそうそう、いやでも行くの難しいな、すっごい濡れるけど、うん、すっごい濡れるけど、それもすごいですけど、ね、行かないんだよ。こういう、あ、いいですね、シルエットね、いいですね、座禅してて、うんうんうん、あの股間のあたりがピカーっとこう光っている、うんうんうん、私ねそれができたら多分1000人も超えると思うんですよ思いますそうですよね、あ、ま、分かんない、あのもうこれ術ですよね、うん、あのもう飛んでますよね、うん、座禅組んで飛んでる世界に、うん、そうそう、でもラズベリー実は世に知れていないだけで、はい、あの世界の方々のそういう方たちは意外と触れずに行ってらっしゃるかもしれない。そうですよね、そう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 、いかがかしら、調べたらあるかもしれないよ、お、うん、言わないだけで確かに、うんうん、私はでも今年はそれを目標に触らずにいかにあの行くことができるかっていう、濡れるだけで終わらずでも自分で行くってできるかな。いや1年ありますからね。そうですよね、うん、もう18日経ちますけども、そうです、あのでもラズベリー私1日から早速やってみたんですよ、はい、あの24時間まずやってみたんですまず1日からこの、はい、あの有意義な元旦をお過ごしで、そうでございます、はい、うん、あの1日の12時のこの煩悩108とともにね、うん、あの考えさせていただきました、オナニーについて。でその間ですね24時間頑張ったけども全て抜いて、うん、頑張ったんですけどもちょっと行くことはできなかったですね。なるほど、まあ、でもその後はあのお風呂に直行ですよね、まあ、お布団びしゃびしゃだったんですよ本当にあれ行ってたのかなでも行った気はしませんでした、うん、うん、残念ながら。なのでね今年はもう18日も経ちましたけどまだ一度も行けてないので、うん、あっっていう時はあったんですけどもあれっていうのはあったんですけど、ちょっとまだいけてないですね。ちょっとまず、はい、今年の目標なので、2020年ね、あ、ホルテルス何がありました今年は。大きなイベントが日本でありますけども、オリンピック。そうでございます、私の中ではこの自分の中でオリンピックですね、うんうん、オナニーピックですオナニーピックオナニーピックですね、意外と語呂がいいぞねオナニーピックをしたいと思いますので私ね、あのぜひ皆さんねこの今聞いてくださる方もね、一緒にねオナニーピックをしていただければなと思います。暑い夏の日にね沖縄県でも、日本全国でもオナニーピックを開催したいと思います。あのあれですよ、オープニングは何て言うんですか、この開会式はですね、全員集まって、オナニーピック全員集まって、まずこの世界で優勝したじゃあなんか世界に結構ありますよねオナニー大会とかね、うん、それで優勝した方を呼んで、中継もできるようにね。でもこの中継ですね実はですね、1時間1000円かかります有料イベント、有料イベントです。1時間1000円かかりますけども、さらけ出します、うんうん、一番最初聖火ね、聖火
聖火じゃないよ、聖何よあの立身弁の方ですね、うんうん、そうですそうですそうです、聖お聖火をね、手に持っていただいて、まずそれを、発射していただいて始まるっていうオナニンピックでございます、うんなるほど、はい、今年はねそれを目指して8月までにはオナニンピックまでにはね、私がこの開会式の宣言ができるように、うん、飛ばせるようにちょっとやりたいなと思ってまして、お成果をねやりたいなと思っております、うんうんうん、以上私の、目標でございます、ね、目標長々と語りますけども、いえいえありがとうございました、はい、ラズベリーはいかがかしら、まあ、ラズベリーの目標としてはですね、そうね、何でしょうね、犬飼いたいなみたいなところですかね。あれちょっと 前々からは漠然とあるんですけど、うんうんうん、犬飼いたいなと。犬を飼いたい、はい、その場合どんな犬を飼いたいんですか。あやもご縁のあった犬、特にいいかなと思うんですけど、ただまあ、基本的な、なんかなんて言うんですか、譲渡犬みたいな感じの、うんうんうん、でいいかなと思うので、うんうん、まあ、あまり自分が飼って苦労しないというか、例えば大型犬とかを今飼ってしまうと、なかなか仕事の都合とかもあって、まあ、散歩とかもそんなに満足にできないような気がするので、うんうん、まあ、中型とか小型とか、うん、とかっていうようなことかなという、ちょっと待ってくださいね、重大なミスを今犯しておりました。この番組はやっぱりドリアンでした、そうですラズベリーって先ほどから言ってますけど、ね、犬飼いたいなって言ってる場合じゃねえと、犬飼いたいって言った時点でそっち系かなと思ったんですそっち系ね、そっち系、そうですね、やめて本当に、ね、普通に話してしまいました、そんなじゃあラズベリーもちょっと乗っかりたいと思います。なんと、ありましたよ、何でしょう、男性女性必見、脳域で自分も彼女も最高のオーガズムをというわけでですね、素晴らしい、一応実際にあるみたいです、でオナニンピックが要はな、つまり何も行わずに、はい、使わずにオーガズムを、はい、オーガズムを得るという行為が実際にあるそうで、なるほど、で失礼、はい、こちらちょっと仕組みといいますかを説明すると、要は基本的には何て言うんでしょうかね、この、股間骨盤とかの周辺の、まあ、筋肉を使って男性も女性も快楽を得るわけですね、すごい、うん、それをまあフリフリしたり何をフリフリしたりとかして得ているわけなので、はいはいはい、そこの筋肉とかあとは呼吸法とかを、こう、自分に合ったものを見つけることでですね、うんうん、それで快楽が得られるということでした。だからここの単語では脳、まあ、頭ですね、ブレインって書いてあるますけれども、うんうん、実際には脳で別に快楽を得てるわけじゃなくって、この、はい、骨盤股間の筋肉とか PC 筋って書いてますね、これではとかを、まあ意識して動かせるようにすることで、はい、快楽が得られますよということ、女性のおへその下の下腹部に刺激を与えるとこの奥に G スポットがあるんですよ、うんうん、なのでそこに刺激を与えるだけですっごく行くんですよね、うんうんうん、直接男性が挿入するよりも、ね、だから例えば、ジャグジーに行って下腹部にこのジャグジーのお湯を当てるだけで行ってしまうんですよ、はいはいはい、なるほど、そうなんですよ、そういうのもありますけどもね、うんうん、でもそれに多分近いんだと思います。 なるほどね、あとはその、まあ、それをすることでその例えば性的快楽とかじゃなくても、うん、まあ、やっぱり運動になったりとか正しい呼吸法とかを身につけることで健康にもいいですよとか、丹田、このお腹のへそのちょっと下あたりに意識をして、はいはい、呼吸をするっていう丹田呼吸法っていうのがあるんですけれども、はいはい、これともちょっとつながりがある、なるほど、みたいですね。でも私それやってしまったら、今年はちょっとジムに通おうと思ってるんですよ、はい、ジムに通ってお腹にこの腹式呼吸って書いた瞬間に常にびちゃびちゃなんですけどあ、じゃあ才能があるかもしれませんよ、なるほど、うん、分かりました、でちなみにいくつか、はい、まあ、やはりこれ、成功しやすい人の特徴を お願いします。これは男性、はい、女性関係なく、そうですね、基本的には男性でも女性でもとなっているので、はい、想像力が強いちょっと待って、ちょっと待って、全部で何個あります、ちなみに。
あ、何個あるかな。あ、OK です。5つぐらいかな。OK、はい、でまず最初に想像力が強い、まあ、想像力が強い、はい、あのただの、そのアダルトビデオとか画像とかを見るのとは違い、うん、あの妄想することとか、まあ、集中することで、想像する力が強いほど、没入できますと。なるほど、うん、ということですね、はい、で、ネクスト感じやすい。ああ、なるほど、まあ、言うまでもありません。もともと全身の感覚が敏感な方が、この体の快感を詳細に、うん、あのまあ、感じ取れますということですね。なるほど、はい、はい、で、まあ、これは女性になるのかな、行った経験がある、はい、あのまあ、セックスの経験とかでなかなか行けない場合はそもそもその感覚自体がつかみづらいので、うん、なるほど、あのこの経験がある方がやはりあの良いであろうということです。次、いいですね、性に貪欲、うんうん、性に貪欲、素晴らしい。あ、まあ、私なってみたい、うん、これ、うん、他ともつながることですけど、まあ、そもそもやっぱりそういう興味がないと、うん、あのね、本当よね、うん、成功しませんから。性的なことにあのそもそも嫌悪感とかがあると残念ながらこの、自分でオーガズムを得るのには向いていないかもしれません、はい、逆に、反対にやらしい、自分をきちっと受け入れて欲望を解放できたり、うん、リラックス、心理的にもリラックスすることが大前提ですということです。ね、はい、次、集中力が高い。なるほど、うん、やっぱりいい、ね、あの集中力を必要とするので、うん、こちらが高い方が良いということでした。でその他具体的なですね、はい、方法としてはまあそのあの PC 筋というんですか、ちょっとこの PC 筋は後で検索しないとどこの筋肉か具体的に分かりにくいんですけど、うん、ちなみに PC 筋はどういう字ですか、ローマ字でいいんです、ね、うん、そうですね、あのパソコンとかの PC、 あ PC、 なるほど、パソコン筋か。違うと思いますよ。あ、そうですか、あパーソナルコンピューターね、はい、パソコンか、いやいや、うんうんってなっているんですが、あーは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 ー、何 A 出てきた、これごめんなさい、ちょっとうまく今説明しづらいんですけど、はい、あじゃあですね、はい、あの大人用おむ、あ、まあ、おむつじゃなくてもいいか、 おむつをしますと、はい、で、うんうん、おむつをするときにあのちょーっておしっこしちゃうので、うんうん、その尿を吸い取るパッドとかがついてるじゃないですか、はい、そのためのおむつなので、はい、そのパッドの面積ぐらいの箇所がそのまま筋肉だと思ってください。その辺が PC 筋、この、まあ、図解でいうとこのなんていうんですか、お股の部分とかにあるあの下の方なんですけど、はい、まあ、つまり下半身全体、全体じゃない、下の方の筋肉ってことですね、はい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 、あこれを意識、うん、まあ、コントロールしてここに集中することで、あのオーガズムを得られるということらしいですよ、うん、はいはい、あのお尻のちょうどこの骨、何骨です、この後ろのところは、うん、尾底骨かな、尾底骨からちょうど前の、はい、これは男性だったらこのおティンティンの手前あたりかな、そうですね、難しいね、うん、女性はもうちょっと前だけども、もうちょっと前、そうね、まあ、睾丸、おキャン玉があるあたりということでしょうか、うん、尾底骨からそのぐらいまでよね、うんうん、あら随分とそこの筋肉を何鍛えると、まああの触らずにいける、触らずにいけるし、まあ、そもそも感度も上がりますよということだそうですね。なるほど、 PC 筋の鍛え方はこれ一択で OK、夜の帝王を目指す、トレーニングと書いてあるブログなんですけど、まあ、まあちょっと話は、はい、よかったね、興味があって皆さん調べてもらいたいですね。でそういう時に大事なのが、うん、まあ、リラックスした環境だったりとか、なるほど、あとは暑すぎる寒すぎるとかもあのこの体がリラックスできないので、うんうんうん、よくないので、まあ、25度前後とかで保つとかあとはそのお風呂上がりとか、うん、柔らかくなってるからよくストレッチとかする時もね、うんうんうん、お風呂上がりがいいなんて言いますけど、そうですね、うん、体の筋肉がこう動かしやすいお風呂上がりとか温度も大事ということだそうです、はい、じゃあ私ちょっとそこを鍛えて、はい、今年のこのオナニストはですね、頑張りたいと思います、うん、意外と広がったな、ね、オナニンピックまでに、うん、オナニンピックまでにね、うんうん、鍛え上げたいと思います、はい、まあ、脳域と言われていたり、ね、もしくはまあ海外とかではコアガズム
と言われた、コアガズム、言われていたりするようですね。コアリズムみたいですが、ではなくてコアガズムと、呼ばれているそうです、はい、そこに触れずに行っちゃう海外で話題のコアガズムと書いておりますね、ということなので、はい、はい、というわけで、我々新年の目標は、お互いコアガズムを目指すのと、はい、あとオナニンピックの、まあ、やはり開催、開催ですね、はい、夏までに大野山公園でね、そうですねやっぱりドリアンはオナニンピックを応援しています、そう、応援してますよ、はい、そういうことで、あのほら大野山公園はこの半ドームでしょ、なんか野外でね、はい、そうですね、うんうん、ありがたいなっています、はい、ニュースどうしましょうかあ、ニュース、はい、何でもいいです、いいの、それとも次回にします、あと何分あるの、ちなみに、今ちょうど一コーナー分ぐらいやってしあのお話はしてしまったので、じゃあ、まあ、どちらでもいいんですか、私の、行って時間があったらニュース行きましょうかね、はい、はい、というわけで、はい、以上2020年の目標、はい、でした、アンドコアガズムの情報でした、はい、愛と欲望のジムワイプ劇場、激しい吐息が落ち着いた後、女はやおら立ち上がり、ジムワイプをそっとつまんだ。じゃあ拭きましょうね。足元から始まり、なだらかな曲線を越えると見えてくる鉄のようにいきり立った、それ、女は視線をそらしながらもプロ仕様のウェットタオル、ジムワイプを押し当てた。ここもちゃんと綺麗にしないとね。汗、汚れ、匂いの元となる細菌を拭われ、輝きを取り戻したトレーニングマシーン。女は満足げな笑みを浮かべる。今夜は朝までトレーニングね。フィットネスにホテルにご家庭に、安全でタフなウェットタオル、ジムワイプ、有限会社ヒロテック。続く。第55回輝け日本 AV 大賞。ラズベリー、前回ね、そろそろもう50回も超えたから日本 AV 大賞を変えようじゃないかということで、いろいろと考えました。まあでも今回で55回目ということで、あのこれをね、最後か何かにしてまた考えましょう、来週、うん、で、私今日は、持ってきましたよ、2020年始まったばっかりですね、うん、今回、考えていきたい日本エボ大賞は江藤です。あ、江藤、江藤十二支ですね。そうです、十二支をね、変えたいと思います。変えたい、やっぱりドリアン風に行こうと思いますけど、まずあの普通に皆さんが日本で、考えているというか、普通の江藤っていうのは何だか分かります？ラズベリー、はい、12シーンます、はい、お願いします。はい、ね、はい、牛、はい、トラ、ウ、タツ、ミ、ウマ、ヒツジ、サル、トリ、イヌ、イ、イノシシですね。ありがとうございます。はい、今年は12年の始まりですね、うん、あ、そうですね、ね、そうそうそう、ネズミ同士なので、それプラスオリンピックイヤーということで、素晴らしい始まりですよね、うん、本当にね、これですね、一応風水とかじゃなくて、よく なんつうの、ほらあるじゃん、なんかいろいろと、うん、この年になると、あの年末年始になると必ず出る本があるでしょ、なんつうの、五行とかなんとかいっぱいあるじゃない、ありますね、うんうんうん、あの白と白に、うん、白地にオレンジの、なんかそう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 、あるでしょ、そうそうそう、あるじゃない、漠然とし白地にオレンジの本が世の中に何冊あるんですか本当に、うん、あの 手に持ちやすいやつね、うん、そうそうそう、アイムとか出るじゃない、ああいうやつで、エトの相性のいいエトっていうのがあるんですよ。あ、その中で、簡単に、まあまあ、もっと細かく言えばもっといっぱいあるんですけども、ちなみにラズベリーは何年ですか。うん、馬ですね、馬ですとラズベリー大変、はい、今年ネズミ年の年女、年男が相性がいいです。あ、これはどういうふうに言うかというと、6違う人ですね、
6違う人です、はい、6個違う。だからラズベリーはネズミの牛の人がとっても合うってことですね。なるほど。で、そういうふうに考えるとネズミと馬、牛と、ね、牛と羊、はい、虎と猿、ウサギと鳥、タツと犬、ヘビとイノシシ、この2組ずつは、ね、相性がいいんですよ。なるほど。だから仕事で一緒にやったりとか、うん、あの男女間、男性女性同士とかも比較的うまくいきやすいってことですね。まあ、それは置いといてラズベリー、はい、この十二支をですね、やっぱりドリアン風に考えていきますけども、うん、私外せないものがあります。いいですか。はい、12考えますよ全部。はい、6ずつ考える。そうですね、それから話し合って、まあ、うん、私は一つだけ言っていい。はい、象ね、象、象のオスのあそこはすごく大きいってご存知？あ、まあでも体もね、うん、あれだけ大きいんですから。と思うでしょ、はい、半端ないのよ足と同じぐらいよ本当に見てみて。ゾウさん見たことありますけど、第3の足よ、第3の足見てほら。おお、あ、でしょ、すぐ出てきた。どっちが表、あのなんか、どっちが鼻なのかみたいな。そういうことよ、もうぶら下がってるでしょ。なんだこりゃ。そうなのよ、あのあれみたいよね、今の時期で言ったらこのほら、あそこに行くじゃない、この神社に行って、はい、なあれ何、門のことなんていうの、鳥居をまたがって、あ、またがって鳥居をくぐって、このお賽銭するときにカランカランって鳴らすでしょこのカランカランよそのカランカランぐらいよ、うん、の大きさでしょ。そうですね、うんうん、びっくりでしょ。ちょっと見して、ご存知なかった。他にも画像あるかと思うんですけど、うんうん、そうですね、うん、あのよかったら皆さん象をティンティンで調べていただければ、真ん中に第3の足がございますので。鼻みたいだな本当に、うん、よければね、この十二支の中に象を入れたいですそこまで言うのであれば、うんうん、象でお願いします。はい、象ですね。はい、象です、ね、ちなみに普通の干支の辰年っていう、この辰は何かしら。これは辰は、あ、竜、そう、ドラゴンです。あ、ドラゴンのことね、はい、じゃあ別に実在しなくてもいいってことね。この中で実在しないのってドラゴンだけだもんね。そうですね、ね、うん、本当にねですね、うんうんうん、はい、なんか、うん、あの立つから蛇っていうのが、うん、子供の頃からちょっとなんか、あのなんて言うんでしょうかね、あのプロデュース的にあの似てるんじゃないかと思って、うんうんうん、ニョロニョロ長いものから、うんうんうん、しかもちょっとスケールダウンするというか、ドラゴンから蛇になるっていうところは、はいはいはい、なんか2人いらないんじゃないかというふうに思ってたんですけどね。そうね、うん、ね、そうね、残るものとかも OK なんですか。私馬入れたいですね理由分かりますよ。そうでしょ、はい、うん、象の次と言ったら馬かなと思って、ね、馬お願いしたいです、まあ、馬は、うん、馬もね、馬残したいです、はいはい、お願いします、ね、ちなみに検索してみましょうかね。あ、そうね、あの、はい、ディープインパクトなんてね、本当にもう、そうですよね、うん、本当に素晴らしいものを持っている人ですけど、まあ、象ほどのインパクトはありませんが、まあ、やはり馬ちゃんも、まあ、そうですね、そうですね、何センチぐらいあるのかしら、ね、ね、すごいですよね。これなんかステンレスボトルみたいな感じの、やめて、ステンレスボトルが今度はそれしか見えないからそういう色のステンレスボトルみたいなのもそういう風に見えちゃうから、一番大きいやつみたいな、うん、すごいね、本当にね、そうですね、じゃあ馬もまあ残しましょうか、うん、はい、ごめんなさい、申し訳ないけど、象と馬お願いしていいですか、はい、本当に馬ね、はい、馬、ハムラズベリー何がいいかしら。そうですね、うんうん、その他ね、まあ、比較、そうね、比較的みんなが知っている動物をお願いしてです、うん、でもやっぱりタツもドラゴンもいいんじゃないかしら。タツじゃなくてドラゴンにします。はい、ドラゴン ね、ドラゴンいいんじゃないの。ドラゴンもあの、うん、まあ、西洋のイメージだとこう翼が生えてて、あ、なるほど、あのそれこそドラゴンクエストに出てくるドラゴンだし、うん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 、この干支の場合はどちらかというと、うん、あのドラゴンボールの方に出てくる、細長い竜のイメージがありますよね。じゃあやはりここは一つ、うん、あの西洋近代化でということでですね、はい、取り入れるということで、はい、取り入れましょう。立つからドラゴンになりました、ね、ドラゴンになりました、はい、象、ドラゴン、あ、象、馬、ドラゴン、ドラゴン、うーん、ラズベリーなんかないの、入れたいのは。そうですね、うん、やっぱりドリアン的によ、うん、そうね、なかなか本当は恐竜入れたいんだけどね。
うさぎ、うさぎを入れたいの？この番組的には、はい、うさぎは入れたいですね。どうして？ですね、うさぎという動物はですね、うん、確か発情期がないんじゃなかったっけ。常に発情してるってこと？そうそう、そういうことです。あ、なんか知ってるかもしれない。発情期、うん、じゃああれだ、よくほらうさぎはさ目が赤いじゃない、だから寂しいからって言うけども、はい、あれはギンギンなんだそうですね、常に欲求がすごいからギンギンなんだ、うん、だから目が赤いのね。そうそうそう、発情期ないわけではないけど、基本的には交尾良くするし、いっぱい産むしっていうことで、うん、西洋的にはそういうセクシーな動物のイメージらしいんですよ、はいはい、それでなるほど、プレイボーイとか、うん、バニーガールとかはそういうところから来てるらしいんですね、うん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 、というわけでこのセクシーなイメージがあると言われているうさぎさんは残したいですね、うんうん、ほらあなたあのアニメ好きでしょ、ビースターズだっけ、ビースターズ、ビースターズ、あれあのうさぎちゃんすごいセクシーよね。そうですね、やりまんじゃないだってそうなんですよやめてうさぎのイメージと思って。そうなの、うん、まあ可愛いけどね、ちっちゃいのにね、あんな真面目そうな顔してね、本当に。ね、私一つ忘れてたの、はい、すっかり私と言ったらクジャクじゃない。クジャクね、そうよ、クジャク入れてどうするのよ。もう一番最初私のほら自己紹介の時に発情するでしょ、うんうん、あれはクジャクの鳴き声だからね。あ、なるほどなるほど、発情しちゃいました。番組のテーマそうでともなっている、はい、クジャクです。じゃあここは鳥に変わってということですかね、うんうん、あ、なるほど、鳥年は、まあ、より具体的に、うん、鳥の中でもクジャクですよと。クジャクでお願いします。クジャクですね、ほうでもいいですけどね。あ、フェニックスね、フェニックス、フェニックス、まあクジャクにしましょう、うん、クジャク好きなんで、うんうんうん、はい、他に何がありますかね、11、2、3、4、5、あと7よ、7、はい、うん、これもですね、なんか笑ってらっしゃる、うん、でかい系で言いますと、はい、クジラ、クジラはやはりクジラの名には大きいと昔から言われていてですね、先ほど映っていた人間の横にあるのはそれですか。それですね。え、これ世界最大じゃないの、ね、まあクジラ自体もね、世界最大の哺乳類ですから、存じ上げませんでした。ということで、これまあちょっと打ち上げられたやつなんであれなんですけど、なんていうんですかね、クジラがこうね打ち上げられてるんですけど、なんか電柱が出てるみたいにちょっと、これ宇宙船から宇宙人が降りてきたみたいな感じのカプセルに入って、そうですね、まあ、死んでるから内臓出ちゃうからね、うん、というわけで宇宙船カプセル、まあ、やはりクジラお願いします。はい、クジラこれは絶対ですね、うん、まさかの初めて見ました私も。そうなんですよ、クジラは私はもうその中に入りたいあ、そうですか。ややこしいけどね、宇宙船が降り立ったみたいな感じになって、よかった皆さんにぜひ見てみてください、うん、クジラをティンティンで検索すると、クジラの種類にもよると思うんですけど、はい、これ何のクジラかな、シロナガスとかですかね、水族館にあるんですけど、階段の途中にあるっていう、イメージとしては階段が1階から2階とかあって、その真ん中に柱が立ってる、まあ、うんうん、感じのその柱が透明でね、その透明の中にクジラのおティンティンが入ってるのでも、ちょっとした電柱ですよね、本当に本当にヒルが大きくなったみたいなやつ、クジラ、クジラ絶対です、潮も吹きますしね、あ、本当ですね、本当に穴も開いたり縮まったりしますよね、うん、そうですね、本当にね、うん、クジラ、あ、クジラ大事でしたね、知りませんでした本当に、うん、次何行きましょう、3、4、5、6、あと6個ですよ、6個ですね、結構長いですよ、結構長い、うん、まあ、ドリアンから少し離れるんですけど、うん、やはりこんだけ石鹸的にも今ブームになっている猫を入れないわけにはいけないでしょう。ではないでしょう。猫は12種の中の13番目って言われてるぐらいだから、お話の中でね、はい、そうそう、猫にしましょう、はい、ネズミに確か騙されるんですよね。なるほど、それでもうこの会場、うん、イベント2日らしいですよみたいなことを聞かされて、うん、なるほど、余裕で行ったらお前1日遅れてるぞみたいなことだったので、はいはいはい、そうそう、猫のこの苦節を晴らしてあげましょう、うん、なので、あ、じゃあそういった意味では猫ちゃんも、ウサギとカメの、カメはいかがかしら、あ集まってきましたね、集まってきましたね、うん、カメ、カメの
ほら物語の中では勝つけども、うん、十二支の中に入っていないっていう意味では亀を入れていきましょうかね、はい、いい頭を持ってるからね、うん、祈祷ですよ。そうですね、うん、祈祷を入れずにどうしますか、もうそういうシリーズになっていますが、はい、どんどんなってきましたね、ですね、はい、亀の何を、あ、見たいですね。ちっちゃいんじゃないですか、あの子たちすごいズームでゆっくりですよね。クイッ、そうですね、クイッ、これはやっぱズザタタタタってできないんだろうな、うん、ええ、まあ、こういう結構大きいんじゃないですか。だって足と同じぐらい、あららら、あの亀さんの足をイメージしていただけると、それとこれ、あ、顔みたいですね。あの、あ、そうだね、うん、どっちが顔でどっちがあれ、ね、何かっていうぐらい、亀の頭とはよく言ったもので、亀の、なるほど、ね、頭のようですね。それで祈祷ってことね、うん、うん、本当にぽい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 。じゃあ亀も、亀入れましょう。もしか祈祷、やだよ年賀状に書くの新春とかと画商とかと一緒で祈祷って書いて、あの、そうよ、あれじゃない、ほら必ず絵がつくでしょイラストが。もうほらドラゴンもゾウもウサギもね、馬もクジャクもクジラも猫も可愛いけども祈祷よ、うん、亀、あ、亀ですか、うん、そうですか、カッコ亀、そうね、カッコ亀よ、祈祷と、あ、祈祷をカッコ亀としておきましょうか、うん、お願いします、はい、あと4つ、はい、今いい流れでしたね、亀ですね、うんうんうん、いいの来ましたね。あとは何があるかね、動物園、動物園か、違う国から行ってみましょうかね、国攻めで行ってみますか、北極とか、あ、北極ね、うん、北極、まあでも それ北極って言ったらもう、まあ、でも白クマとかペンギンとかぐらいですよね、一角、一角、一角ね、はいはいはい、一角はでもいいわ、私もう今回クジラで十分だから、うん、明日クジラ、明日北極行こうミニね、一角プレイでね、うんうんうん、違います、クジラミニですね、クジラミニですね、なるほど、北極、あ、じゃ あれ、あそこはどうですか、アマゾンとかね、アマゾン、ねえねえ、昆虫とか入れてみるどう、はあ、雲とか、いい、ね、あ、雲ね、うん、よくわからないけど雲とか、うん、ちょっと大きい雲って、世の中の大きい雲って、一番大きい雲ってどの何がいらっしゃるのかしら、ちょっと検索してて絶対見ないけど、はい、私世の中で雲が一番嫌いなのね、そうなんですよ、うんうん、だからあえて雲を入れたい、あ、あえてね、だって、はいはい、あの方たちが作るあの雲の巣、あれはすごいね、うん、芸術よね、うん、うん、芸術、本当に何日もかけて作るじゃない、うん、それを壊したい壊しても壊しても作るからね、あの子たちね、やっぱりタランチュラ、そうですね、タランチュラの一種のルブロンオオツチグモという、まあ、タランチュラの中でもあの大型のでかいの種類、手のひらぐらい、もっと、そうですね、まあ、手のひらぐらい、絶対見せないでね、あのイメージとしては手のひらがそのまま動いてると思ってください、それぐらいのものですね、うわ、すごいな、すごいですね、え、じゃあタランチュラ入れません、クモじゃなくて、ルブロンオオツチグモ、そうですね、やっぱタランチュラ、うん、タランチュラ行きましょう、うん、タランチュラ、なんかだんだん魔界っぽくなってますか、大丈夫ですかまあやっぱりドリアンなんだ ね、 そうですね、不敗臭もありますしエロもありますしね、うんうん、そういった意味ではね、うん、あと3つですよ、そうですね、うん、その他にはですね、動物、うん、昆虫、こちらは、うん、はい、野生動物たちの驚きのセックス事情、あ、なるほど、いいですと書いてありますね、うん、ですね、その中でこれはトラ、はあ、2日で100回以上って書いてますよ、ちょっと負けた本当にトラねって書いてあるんだけど、うん、どういうことなんでしょう、ちょっと少し調べてみましょうね、まあ、トラはもともと入ってたんですけど、はい、あ、あ、そっかそっか、ね、あ、なるほど、入っているから、え、2日で100回、2日で100回のおセックス、はい、あ、まあ、繁殖期に限るということなんですけれども、はい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 、うん、ということらしいです、うん、2日で100回って時間単位にしたらどれぐらいなんだっていう、え、すごくないですか、早漏なの、まあ、そうかもしれません ね、うん、そうでしょうね、あの、うん、ペンギンってすごい嫉妬心があるの知ってます、あ、へえ、メス一応付き合ってるんですよ、ペンギン同士って、
メスオスが付き合うんですよ。付き合った人としかやらないんですけども、でそれを男の子が浮気したらものすごいあの半殺しですよ、知ってますか。へ、そういう動画が流れてるんですよ。何しとんだみたいな。そうそうそう、お前何やってんだっつって言ってね。へ、うんうん、ものすごいちょっと見れないぐらいすごい暴力ですよ。うん、本当になるほど、うん、ペンギンも候補に上がりますな。トラありましたね、はい。トラの繁殖期はわずか数日しかありませんと。なるほど。で、さらに、うん、あの妊娠成功率が低いので回数で補っているというのがどうやら学説じゃないかと言われているんですけれども、約2日間でやはり100回以上の交尾を行うという、はいはいはい、ということなので、繁殖期が短い、短いということですね。なるほど、繁殖期が短いから、うん、なるほどね。で、成功率も少ないと。そうそう、あの妊娠の成功率が低いので、ここは回数で勝負だぜということらしいですね。はいはいはい、そう考えると本当にトランって貴重なんですね、うん。ベンガルとか。そうですね。という動物たちの不思議な、あとカモ、うん、鳥ちゃんのカモですね。はいはい、ですね。カモは本来鳥類にはないはずのペニスを持ち、それが大きく膨張するのだが大きさが半端ない。マジか、どうしよう、クジラくらいだったの。ヨーロッパに生息する体長に40センチほどの赤オタテガモ、うん、赤オタテガモの場合、まあ、40センチって大体カモそれぐらいですよね、うんうん、一般的なカモなんですけれども、こちら繁殖時にはペニスが体長の半分20センチほどに到達する。それが中に入ってるってことということらしいです。でしかもこのペニスは毎年生え変わるということが確認されています。繁殖期の終わりには縮んじゃってまた次の繁殖期が始まると再生するということなんで、不思議な、なんか永遠の若さみたいな感じで羨ましい話ですね。ああ、なるほど、あら大変、カモのペニス今調べましたら、はい、あれと一緒、豚のペニスと、ああ、あのくるくるくるみたいな長い感じのやつ。豚入れるの忘れたね。ペニスと言ったらペニスと言ったらかどうか分かんないですけど、豚ちゃんも入れましょうか。豚入れましょう、新しい、そう、ま、旧には入ってないですから、うん、じゃあ豚ね、うん、豚にしましょう、はい、うんうん、お、ねそうそう、はい、カモの螺旋状のペニス今見ました？いえ、まだちょっとそれを見てからね、見てもらいたいものがあるの。はい、カモちゃんは螺旋状見ました。わ、これワイン開けるやつみたい。正解です、見てください。あおあるの、あるの。あ、でも本当にコルクをねスポンと抜くコルク抜きをイメージしていただくと、うん、そういうありますよね、うん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 、すごいね、うん、そしたらもう私これ見たらもうそれしか見えなくなっちゃう、うん、すごいねカモちゃんね。あ、そうですか、結構長い、しかもあの手にあの半分ってさもんね、体のね、うん、うん、伸ばすとかな、ね、そうですね、螺旋になってるからね。そうそう、あとまあ多分常にこの形だとね、うん、あの暮らしづらいから繁殖期になるとこういう風にはい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 、次あと2つ、あと2つ、うん、今豚入れたんで、この動物たちの驚きのセックス事情というウェブサイトを見てるんですけれども、はい、ここもなかなかすごいですよ。チョウチンアンコウ、なるほど、まずチョウチンアンコウは、メスが120センチほどなのに対して、よくアンコウ鍋とかで見るようなあのでっかいアンコウですよね。はい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 、どんと吊るし切りみたいな、あれがつまりチョウチアンコウ、一般的なチョウチアンコウで、それがメス、うんうん、あの大きいものは120センチほどになるのに対して、うん、オスは最大でも15センチほどしかないと。そしてですね、まず、チョウチンアンコウの、あの性の世界なんですけれども、はい、オスメスを見つけると、あのオスはチョウチンアンコウにガブッとかぶりつきます、はい、かぶっとね、はい、この小さい体で、うんうん、噛みついたオスの唇と、
はい、メスの皮膚は徐々に融合、なるほど、最終的には血管までもつながり、はい、やがてオスの体は吸収され、最終的に肥大化した精巣だけが残る、まあ、この生殖器官だけですね、つまりオスは子孫を残すための器官だけになるのだ、器官だけになる、うん、ですね。これはあのなんて言うんでしょうかね、あのよくセックスの描写とかで、まるでとろけるような快感だっていう、はい、言葉はありますが、うんうん、ちょうちんあんこうのオスの場合本当にとろけちゃって、そういうことだね、メスに取り込まれてしまうという、へことですね。そんなのあり、どうしますラズベリー、これは、うん、これでもちょっとそんな唯一無二な方法を持っている人はぜひピックアップしてあげたいですけどね、うんうんうん、何でしたっけ、あんこ、ちょうちんあんこう、ちょうちんあんこう、かっこオス、ちょうちんあんこう、かっこオス、いきます、へえ、どうします。私ね、ちょうちんあんこでちょっと気づいたんですけども、はい、みじんこみじんこみじんこ来たね。みじんこはですね、多分ね、あれですよ、いかがですか、みじんこ、うん、みじんこもいいですよ、うん、ね、みじんこもいいよね、みじんこ久しぶりに来たな、みじんこ、うん、なかなかないですもんね、みじんこ、かわいらしい、こう人間を作ったのって何でしたっけ、ミジンコでしたっけ、ミジンコ、まあ、小さい、いや、もっと単細胞生物とかですよね、うん、まあ、ミジンコの仲間みたいなのでしょう、これかわいいよね、ミジンコってね、ハトサブレみたいですね、ああそうね、うん、なんか、うん、あの手、前足がなんかぐしゃーってなんかなってて、魔法かけそうですけども、指揮者みたいな、うん、そう、魔法使いみたいな、うん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 、手なのかな、ミジンコだったらあれどう、あの北海道にいる流氷のなんとかっていう、あ、うん、クリオネですね、そうそうそう、クリオネ、クリオネえ違います、クリオネです、クリオネ、あ、はい、そうですか、はい、どっちがいい、ミジンコとクリオネあ、まあでもキャラクター的にはクリオネが、クリオネじゃない、そうですね、うん、クリオネにしましょうよ、うん、はい、どん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 異世界の方に行ってますけども、うん、ちょっと今のところまだ11個目なんで、はい、ゾウ、馬、馬、ドラゴン、うん、ウサギ、ウサギ、クジャク、クジャク、クジラ、クジラ、猫、はい、猫、キトウあ、カメね、カメ、カッコカメ、タランチュラ、タランチュラ、ブタ、ブタ、クリオネ、クリオネ、あ、いいんじゃない、いいんじゃない、なんか全体的にいいんじゃない、なんか、うん、配色は、うんうん、バラエティには飛んでると思いますけど、ね、うんうんうん、いいと思います。12、9、10、11、12か、よし、これで、もう12になった、 あと1個、1、2、3、4、5、6、うん、あと1個で7、8、9、10、11、そうか、11、あと1個ね、うーん、祈祷っていうところが祈祷、やっぱりドリアンってことで祈祷年があー、でもこれな、厳しいな、クリオネが来たんだけども、はい、あれとかってかかしたら、なんだっけ、そういう海の生物ですか、うん、違う違う、なんか人をバカにするときに使う言葉、え、そう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 、うん、クズみたいなこと、クズ、ダニはどうダニね、ダニとか、ノミとか、ダニ野郎、ノミ野郎、ああそうね、そういう人をちょっとこの罵倒する言葉で、他にチキン野郎とか豚野郎もう豚も鳥も出てたもんね、えそうですねうん、うん、豚も鳥も出ちゃったから他になんかないかしら、最後の豚年と豚野郎年っていうのもいいですけど、かわいそう豚年は豚ちゃんですけど、うん、豚野郎年はもう、うん、それぞれあなたが思い浮かんだあいつってことなんじゃないですか、うんうんうん、こういう、なるほどね、うん、はい、人、他に何があるのかしら、何かに例えるとしたら、はいはい、動物で、まあ、チキン野郎、あの豚、あー、人間とか人間人間とかいかがかしら、人間年、うん、人間年、数少ない人間年、そうですね、うん、
アダムとイブ同士。あ、人間、まあ確かにね、うん、人かそもそも十二支なんか勝手に決めちゃって、うんうんうん、おごり高ぶってますけど、そう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 、我々人間も同じ動物じゃないかと。そうそう、そういうことですよ。ということで、じゃあ人間人間にしましょうかね、最後、はい、うん、じゃあラズベリーお願いします、1から。 OK、 僕ちょっとバラバラになっちゃったな。 OK、 じゃあ私が言いましょうね。はい、今回はですね、やっぱりドリアンの十二支を決めました。わかりました。1個うん、お願いしてもいいですか。はい、ウサギとカメはですね、2年連続でまたいでほしいです。ウサギの次にじゃあカメにしてほしいです。はい、あ、そうか、じゃあウサギ、キトウ、キトウですよね。はい、ちょっと待ってくださいね文脈わかんないけど、そうすると OK です。じゃあいきますね。ちょっとエコーかけてもらっていいです。はい、うん、お願いします。じゃあ、では、うん、新しい十二支、やっぱりドリアン的十二支が決まりました。発表します。ゾウ、ゾウ、馬、ドラゴン、ウサギ、キトウ、クジラ、猫、クジャク、タランチュラ、ブタ、クリオネ、人間。十二支決まりました。うん、今年はゾウ年です。ゾウ年、はい。あなたちなみに何年になりたいの？あ、でも、何年だったあなた？うん、何年になりたいかというよりも、祈祷年以外であれば何でもという、まずは、ね。でも世の男性はほとんど祈祷年よね、本当に。まあ、そうですね。ラズベリーは何年でしたっけ、まず。馬ですね。馬でしたね。はい、そうすると、7つ目なので、7は、あ、なんかやだ、猫だわ。あ、猫やったぜ。可愛らしい。あ、そうですか。はい、1、2、3、4。私は、あ、私変わらないです。ん、私ウサギでした。ああ、まあでもギンギンね、やっぱりウサギ年、ね、うん、ウサギ年でした。はい、そうね、これで、うん、よく子供の頃は神社とか、まあ、お寺とかにお参りに行くと、うんうん、干支のね、うん、この開運お守り的なのとか、うん、ちょっとしたキーホルダーみたいなのが、はいはいはい、まあ、馬はまあそこそこ可愛いっちゃ可愛いんですけど、はい、やっぱウサギとかトラとか、うん、タツとかに憧れるわけですよ。はい、このこっちのギョルダの方が可愛いなみたいなことを思ったりしてたんですけど、うん、それで言うと祈祷年はすごそうですね。ただまあ、ね、もともと神社でもそういうね、うん、この法然の祈りとかであるので、はい、ありますね、まあ、似たようなデザインのものあるのかもしれないんですけど。そうですよ、だってほら毎年沖縄県でも那覇大綱引きがありますけども、うん、あ、そうですよね、そうそうそう、あれはもうメズナとオズナの真ん中にね、うん、ドカーンと今年私オファー来るかしら杭を打ち込んでね、そうそう、その杭役、カヌチ棒か、カヌチ棒打って引っ張るんですから。でも、はい、はい、ということで、はい、第55回輝き日本英文大賞はやっぱりドリアの十二支でした、うん、はい、ゾウ年おめでとうございます。おめでとうございます。愛と欲望のジムワイプ劇場。激しい吐息が落ち着いた後、女はやおら立ち上がり、ジムワイプをそっとつまんだ。じゃあ拭きましょうね。足元から始まり、なだらかな曲線を越えると見えてくる鉄のようにいきり立ったそれ。女は視線をそらしながらも、プロ仕様のウェットタオル、ジムワイプを押し当てた。ここもちゃんと綺麗にしないとね。汗、汚れ、匂いの元となる細菌を拭われ、輝きを取り戻したトレーニングマシーン。女は満足げな笑みを浮かべる。今夜は朝までトレーニングね。フィットネスにホテルにご家庭に、安全でタフなウェットタオル、ジムワイプ。有限会社ヒロテック。続く。あら、もう早いエンディングじゃないの。あっという間でございますよ。ね、ちょっとじゃラズベル、先ほどの続き一つだけいいかしら。はい、今年はネズミ同士ということで、うん、人間界に戻りますけども、はい、
ネズミ年の中で、12の干支の中で一番お金持ちをお金持ちが多いのは何年でしょうか、当ててくださいませ。全世界の大富豪資産約24億円以上ですね、はいはい、18万7380人を生まれ年で分けると、世界的に見て一番多いのが全体の 9.5% です。さて何年でしょう、じゃあはいどうぞ、うん、まあ、お金のこととか大切なものを虎の子っていう例えもありますので、うん、虎年です。なんと虎年最下位、はい、おっとなんてこった第1位はうさぎ年です。うさぎ、そうなん、2位が猿年、3位が羊年となりました。すごいですね、面白いですよね、うん、あうさぎ年、うん、ドリネはじゃあお金持ちの可能性を大いに秘めてるわけですね、はい、大いにね、私たちの資産、24億円以上、まあ、持ってるかもしれないかもしれない、はい、ということでございました。お近づきになりたいわ、この番組はプロ仕様のウェットタオルならジムワイプ、有限会社ヒロテックの提供でお送りしました、はい、あ、もういます、はい、やっぱりドリアン今宵もたっぷり1時間お届けしてまいりました。それではまた来週土曜日夜11時号以降に発情しましょう。コアガズム、コアオナニンピック、コア研究します、うん、オナニンピックしたい。